ちは。あー、パパ。警察問いかけっこしてるんだけど、直してもらってもよかったりする？全然大丈夫。聞かなかったことでしょ。害は加えないで。いや、そういう時来ていいのかなって。いやー、うちの大家さん的には、そういうのは関係なく、来たお客さんは。全然、迷惑とかあったら言ってね。全然。よかった。お客さん選ばないって言ってました。なんか。あそこ座れるんだ。ない。カスタムじゃない。説明できてないから。もう全種類しつつますけど、大丈夫ですか？スーパーチャージャーと、あ、急ぎ、あ、了解です、了解です。その2つだけアップグレードやっと、フルアップグレード停止です。任せてください、サウセン。うちがここから。パパ、お帰りなさい。あ、お帰りなさい。先バタバタしちゃって。いや、全然全然。あ、いいね、とんでもないですよ。今、ギガさんのクイズやってました。なんすか、クイズって。間違ってるのはどれでしょう、3択クイズです。間違ってるのはどれでしょう三択クイズ、さっきやっていたのは存在しない妖怪はどれでしょうクイズをやってましたね。問題出してくださいよ。ではさっきの問題でやります。はいはいはい。存在しない妖怪はどれでしょうクイズ。1番豆腐小僧。豆腐小僧、はい、豆腐を運ぶ妖怪です。ほう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 。2番お尻見せ。お尻を見せてくる妖怪。お尻見せはいるな。3番炎上を舐め。天井を舐める妖怪です。この3つのうち2つが実際に存在する妖怪、1つが私の考えたオリジナル妖怪です。天井舐めがオリジナル妖怪です、はあ、なるほど。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー。残念、正解はお尻見せです。お尻見せか、絶対分かってたでしょ、はい、パパ。お尻見せです。街を歩いてるとお尻を見せてくる妖怪です。いや、分かってるなパパ。やっぱりお尻を見せてくる。半分、最初は半分見せてくるんですけど、慣れてくると全部見せてくる。全部見せてくる。そうです。なんか、まあ、実在しないけど実在できそうだな。一番確かに一番これが実在 してるかもしれません、本当に。妖怪かは別として。羞恥心なさそうだもんな、妖怪。パパもう大佐寝ちゃいましたよ。あら、進んでます、はい、あの話は。そうなんですよ、進んでますよ。女の子の最後の一人が決まりました。女の子誰なんですか？あれ、ちょっと男の子も女の子も実はあんまりちゃんと知らないんですよ。あ、そうなんですね。あ、どうぞ座ってくださいパパ。もうそれ、もう股間から出てきてるみたいになってる。股間から出てきてる。男性陣は股間から顔出てくる男です。了解。あ、すいません、どうぞ。男性陣は、私、大佐、町尾。ああ、町尾さん。町尾。町尾。はい、どうしましょう。いいよ、町尾。まあ、いいよ。キャップパパです。あ、そっかそっか、僕もか。そうです、そうです、そうです。あれ、で、女性陣がボタリンさん、エリアさん、サウタさん、サウタさん、モノアスレイナさん。モノアスレイナさん、はい、わかります。お、わかるような、わかんないような。まだ仮なんですけど、クマちゃんさん。ああ、クマちゃんさん。クマさんじゃないよ、だよさん。あ、そう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 。で、最近、昨日か、昨日ズズさんが参加したいと、ちょっと大佐とも話したんですけど、参加するんだったらいいんじゃないみたいな感じで。全然前向きじゃないな。いや、な、それもあれなんですよ。ズズさんがちょっとやらかしまして。何を？ BMC ガチャあるじゃないですか。あれのバッジを BMC に来て、ちょっとゴミ置いていくわって言って、バッジを置いてった、捨ててったんですよ。で、それが今日社長にバレて BMC の前で殺されてました。制裁を受けていましたね。制裁を受けてました。まあ、至極当然というか。そうですね、失礼極まりないというか。そうですよね。僕がいるって知ってるの、ズズは？え、いや、知らないと思います。どこでその話を聞いてきたのかも分かんないですし。怯えてるんだよね、僕に会うとよく。あ、そうなんですか。なのに参加するって言ってるんだ。あ、多分メンバー知らないんじゃないですか。裏の皮厚すぎるな。MC ガチャここに捨てておいて、制裁を受けて参加自体が今危ぶまれてる感じですね、ズーさんは。私の、はい、イベントですか？あ、ごめんなさい、終わってしまった。あ、全然、合コンです。合コン、はい。そうですよね。この街で何の話か分かんないまま。そう、な、何のメンバーか分からない、まあ、男女5人なんで、何の、あ、合コン、なるほどね。合6になっちゃうよ。そしたら女性陣ももう一人増やすっていう。男性陣と女性陣のこう、なんだろう、ガチ感の度合いがさあ、確かに難しいとこだよね。え、パパはあれですよね、ちゃんと、まあまあ、もしあれだったら相手をみたいな感じで、まあまあまあ、まあ、ね、一晩ぐらいなら抱いてもいい。ワンナイト狙いパパ。いやいや、違う、状況によるよ。あ、まあまあまあ、男女の中はね、そういうこともあるかもしれませんね。いや、そうか、わかんないよ、合コンなんてしたことないもん。あ、そうなんですか。したことなければさ、はい、
ジェフの話しやがったら言ってないもんなそれはありがたいお話ですけどね、まあ、でも本当にパパにも体験も何もせずにね、いや俺は向いてないからって終わってほしくないんですよね、やっぱり。いやまあジェフが言うならねジェフとパクスが言うなら楽しみにしてるよ。いやいや私も嬉しかったですよ。だれるのもあれかなと思ったんで、イベント自体は今度この町にできるイベント会社に頼みました、セッティングとか。あーなるほどね。もう参加メンバーだけ集めてイベントスタッフがもうあとやってくれるんだ。用意するのはテントぐらいです、うん、あー今度石川行こう。あ行きましょう行きましょう、うん、どうやってるか分かんないんだよな。あー対策詳しいですよ。あそうなの。じゃあ3人で行きましょうか。僕あの銃を撃つ犯罪以外のことマジで何も知らないんだよねそうなんだよ。殺戮マシンみたいな。えマスクしてたら失礼かな。本番当日ですか。マスクか、素顔知らないかも。あー初めて見た。イケメンじゃないですか。名前変えようかな。いやもうバレてるから変えても仕方ないな。確かに。いっかマスクしてて、なんかこう心が溶けていくような感じを感じるな。もしねご縁があればマスク取るということで。あーなるほど、ツーショットタイムになっていい感じになったらマスク取ってすぐ上げる。まあ、ほらマスクあるとさ、マスク取ってくださいよができるじゃない。確かにワンイベントが、ね、ワンイベント。ギガさん大丈夫ですか。なんか聞いてていい会話なのか分からない。あーいやもう全然すいませんすいません突然合コンの話しだして。いや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 。でギガさんは CPU 何使ってるんですか。何ですか。CPU ですか。はい。私ライゼンですし、の何だったかな。ちょっと忘れてしまいました。これ何だったかな。どうやって確認するんでしたっけ。左下の Windows から右クリックで、はい。タスクマネージャー。ああタスクマネージャー、はい。パフォーマンスです、ね。普通に言ってますもんね。はい。パフォーマンスで。はい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 。CPU は AMD のライゼン9の 5950X 16コアプロセッサーです。あれ結構いいやつじゃない。結構いいやつじゃないの。いいやつですね、はい、割といいやつ。 GPU は NVIDIA の GeForce RTX 4070Ti です。えめっちゃいいじゃないですか。おはい12世代ぐらい。インテルだとどれぐらいなんだろう。僕はね7950だから。あじゃあ1個前の世代なんだよ。あ1個前か。めちゃめちゃいいじゃないですか。全然いいよ。私割といいの使ってます。割と最近買い替えてるぞこの人そうですね、あのグラボだけは最近買い替えましたね。やっぱ AMD がいいのかな。ゲームするなら AMD っていいよね。そうですね、昔はさ AMD は相性悪いだのなんだかんだって言われてたけど、うん、もうそういう時代じゃなくなっちゃってるもん。いや違います、ね、そうですね、周りの両方あの AMD でもインテルでもあまりね変わりがなくなってきてるみたいですね。シングルコアのインテル、うん、マルチコアの AMD って感じですからね。処理はのなんか多さみたいなのは AMD だから、ゲームとかそういうのは あまり向かないみたいなことを聞いてましたけど、でも今はそんなことないみたいですよ。なんか待って、僕なんか4つ走ってくる。ああ行ってらっしゃい行ってらっしゃい。ああ行ってらっしゃい。なんか、はい、私すいません、なんか盗み聞きみたいな感じになってしまいました。全然大丈夫ですよ。隠してることじゃないんで。ギガさんもなんかそういうの興味あるんだったらお誘いしたかったんですけどね。いや私はあまりそういうのはね。ねえもし興味あるイベントあったらまた呼んでください。ああもうぜひぜひ。